こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。実は来週のこの時間は特別番組があり、今回が今年最後のタバサト号になります。今週も地域の話題やおすすめイベントなどをご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。それではまずはこちらの話題からどうぞ。まず最初は12月25日まで荒川区の JR 日暮里駅で行われているエキュート日暮里ペリシモハッピートイズプロジェクトをご紹介します。日暮里駅構内に今年もクリスマスツリーが登場。実はこちらには一般の方が作ったぬいぐるみが飾られているんです。今年で6年目になりますエキュート日暮里とペリシモハッピートイズのコラボ企画になります。ペリシモハッピートイズは、思い出の布やいらなくなった布を使って手作りのぬいぐるみを作る、それをお送りするというイベントとコラボ企画になっております。このぬいぐるみはですね、3年前から被災地の子どもたちにお送りしております。福島の子どもたちに今年はお送りするんですけれども、今年もまた素敵な笑顔を届けたいなと思います。11月29日にはオープニングセレモニーが行われました。点灯をお願いいたします。見事に点灯いたしました。セレモニーには東京荒川少年少女合唱隊も登場し、歌声を披露してくれました。今年も多くのぬいぐるみが集まっているこの企画。ぬいぐるみには毎年キャラクターテーマが決められており、今年は笑顔を咲かせるリスちゃんになっています。リスは冬になる前に巣に種を貯蔵し、残った実は芽を出すことから、幸せの種をまけるように、笑顔の花を咲かせるようにという思いが込められています。ほぼ同じ大きさ形でもそれぞれ個性のある可愛さがあります。そしてぬいぐるみのキットは日暮里駅構内のリブロや浜文様などで購入することができます。出来上がったぬいぐるみはエキュート日暮里に持ち込みまたは郵送でお届けください。エキュート日暮里ペリシモハッピートイズプロジェクトは12月25日までです。ツリーを見て、そして参加して、温かなクリスマスイベントをお楽しみください。続いては11月29日千代田区の城西国際大学清井町キャンパスで行われた全国わが町 CM コンテスト2014の話題です。地域の魅力を紹介する CM 映像コンテストとして行われたこのイベント、まずは開催趣旨についてお話を伺いました。きっかけっていうのはやはり地域の良さを再発見し、それをできるだけですね、多くの方にしていただきたいということで、日本の地域の魅力をぜひ広くですね、世界に向けて発信をしていきたいというふうに考えています。全国から寄せられた応募総数は118作品。今回は上位入賞した3作品をご覧ください。さあ、母さん、行くだけ、3人にみな。どう、これもやる。どう。ねえ、母さん、行くのあるぞ、第2に。東京さん、行くんだ。いいなだ。俺、横手どこ好きだおの。だが、したら、あっちの方もやっちゃうか。だな。わあ。とう、雪投げ終わったで。孫たちはどこさ行った。山で最高のおにぎり食うって言ってたんぞ。田
ダメならどこで食べてもうめんだけどな。日本一おにぎりがうまい町、只見町。まだ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 。青ねで青ね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 。皆さん青ねで青ね。今回最優秀賞をいただけたということで大変光栄に思っております。まずは、青根の皆さんおめでとうございます。ご協力いただいた甲斐があって見事に最優秀賞取れました。これを早く、実際にご報告できたらと思っております。2014年最後の話題は文京区の湯島天神からお送りしていきます。ここ湯島天神では今お正月の準備の真っ最中という情報をいただきやってまいりました。まずはお参りをしようと思います。今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたしますとお参りをしました。そして湯島天神といえば学問の神様で有名ですよね。今受験シーズンなので絵馬がたくさん取り付けられています。大学高校の合格祈願が多く見られます。そしてあちらの三宗殿で今お正月の準備が行われているということです。行ってきます。こちらで準備が行われています。たくさんの絵馬と巫女さんの姿が見えますね。お邪魔します。たくさんの絵馬がありますよ。そして浜屋もありますね。お忙しいところ失礼します。今はどんな作業をされているんですか？こちらは絵馬にペンを刺している作業ですね。結構大変ですか？そうですね、数が多いので、はい、この作業をされているときはどんなお気持ちなんですか？そうですね、まあ、参拝にいらっしゃる皆さんの願いが無事叶うといいなと思いながらさせてもらっています。はい、ありがとうございます。実は通常絵馬というのはだいたい色を4色から5色ぐらい使うのがまあ通常なんですけれども、東宮の場合はだいたい10色前後を使いまして、全てこう手刷りなんですね。職人の技によりまして手刷りで1枚1枚こう仕上げていかなくてはいけない。ものによってはですね、この目のちょっとしたラインだけで1色を使ってしまうということもあるんですけれども、それぐらい非常にこだわった絵馬になっております。手間と思いがしっかりと込められているんですね。はい、今テレビをご覧の方で湯島天神へいらっしゃるという方も多いと思うんですが、はい、一言メッセージをいただけますか？はい、平成26年もいよいよあと残りわずかとなりましたけれども、またですね、お正月にぜひお参りいただきまして、新たな気持ちでですね、平成27年をスタートしていただければと思いますので、皆様のお越しをお待ち申し上げております。ありがとうございました。ありがとうございました。湯島天神からお正月の準備の話題をお送りしてきました。そして今回が2014年最後の田場里号となります。今年も大変お世話になりました。皆さんにお会いできて声をかけていただいたことがとても嬉しく楽しい1年になりました。来年もよろしくお願いいたします。それでは今年はこの辺でお別れです。また来年お会いしましょう。良いお年を。